When you see two the same line pictures over 830 kilometers away to each other, you may think both were created by the same people. This is our reasonable common sense. もし二つの同じ地上絵を830キロも離れた場所で見たら。 あなたはこう思うでしょうそれら二つは同じ人たちによって書かれたものだとそれが私たちが持つ合理的な常識というものです広林浜松市ジャパンがそれだけではありませんでした 今日の動画はポポカティ・ペティ山から始まりますメキシコシティはそのポポカティ・ペティ山のふもとにあるといっても過言ではありませんメキシコシティです左下にあるのがメキシコシティですこの丸い枠で囲った部分です そしてあのティオティワカンはそのメキシコシティの郊外にあるということになりますそしてポポカティペティザンはティオティワカンの南東部ほぼナスカに向かって同じ直線上にありますその距離は 78.6km です このポポカテペティザンは私たちが神々と呼ぶエイリアンたちにとってはまさしく生山中の生山ということになりますそのポポカテペティザンの頂点からナスカに向かって線を引いてみますこの黄色いラインがその線です その線はまっすぐとナスカのグランドクロスと呼んでいる十字架のラインに向かいます長さが十数キロ幅が数十メートルから広いところでは40メートル40メートルありますそのラインと正確に正確に重なりますつまりグランドクロスの縦線はポポカテペティザンを 示していいるととうことになりますもう一度やってみますから皆さん自身で確認してください左上から引いてきたラインがポポカティ・ペティザンから引いてきたラインですその線はグランドクロスの縦線と正確に正確に重なりますつまりグランドクロスの縦線はポポカティ・ペティザンの方向を示しているということになります同時に ポポカティ・ペティザンがそれくらい重要な拠点であったことを示しています次に皆さんをアタカマジャイアントで知られているアタカマへ案内しますナスカからは8 3 0キロ、正確には8 2 3キロ離れた場所にあります 直線距離にして8 2 3キロです左上がナスカそして中央下にあるのがアタカマジャイアントで知られているアタカマです地球上で最大の地上へと言われています岩盤に彫り込まれていますその距離は8 2 3キロですちょうど東京から博多までの距離と 同じと考えてくださいそれくらい離れたところにですねアタカマジャイアントがありそしてそのアタカマジャイアントのすぐ近くに同じ滑走路がありますアタカマジャイアントですでその滑走路へ皆さんを案内します この辺りにはその周辺にある拠点を示す滑走路がいくつか集まっていますその中でも特に滑走路らしい滑走路を選んでみましたこの丸のところに注意してくださいここに1本の滑走路があります丘の斜面に書かれていますので線の称号がす 難しいと言いますかやや歪んで見えますこの上から引いてきたラインはポポカティペティ山から引いてきたラインですその線はこの滑走路の向かって左側および中央を正確に横切りますつまり線が重なるということですこの滑走路はポポカティペティ山の方向を示しているということになります もう一度やってみますから、注意深くご覧ください。この黄色いラインはメキシコシティの近くにありますポプカティ・ペティザンから引いてきたラインですそのラインはナスカのグランドクロスの縦線と重なりと同時にこの滑走路の向かって左側のラインおよびその中央と重なりますつまりこの滑走路は ポプカティ・ペティザンの方向を正確に正確に示しているということになりますラインが歪んで見えるのはおそらくこの写真をですね斜め上方から撮ったためと思われますそしてその滑走路と同じものがナスカにはいくつかありますあるいはこの形が 基本形になっていると考えても間違っていないと思います右にナスカの滑走路を並べてみましたナスカの滑走路ですナスカの滑走路ですそしてナスカの滑走路です逆三角形になっているのはこれら滑走路の出発点に立ったときその滑走路が長方形に 見えるようになるためと私林博氏は判断しています左が真上から見た滑走路ということになります右が出発点に立って見た滑走路ということになります長方形になっています 結論とということになりますナスカとアタカマには同じ形の滑走路がありそしてその滑走路は共にメキシコのポプカテーペティザンの方向を正確に正確に示していますその間の距離は823キロですあなたはこうした事実を知った時 それらがただ単なる偶然であると言って片付けることができますか私にはどうしてもできないのです。つまりそれが、まあ、こうしたラインピクチャーがですね神々と呼ぶエイリアンによって創作されたという証拠と証明ということになります。Bye for now. Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about Nazca Plateau, Peru. I, Hiroshi Hayashi, wonder if the plateau itself was or was not constructed by aliens whom we may call gods. Could they? Yes, they could, of course. Before I talk about the mystery of Nazca Plateau, I have to talk a bit about man-made lakes in Beni Mojos Bolivia, where we can see hundreds of artificially man-made lakes. Some archaeologists claim that the number of the lakes have been counted around 2,000, small or large. Some lakes are measured more than 4 to 6 kilometers in diameter, and one of them is larger than 20 kilometers in diameter. Then why not a b o u t Nasca plateau?Nasca 平原。その Nasca 平原そのものが人工的に作られた高原ではないか私、林博はその疑いを強く持っています。 その理由の一つが、ボリビア、ベニの、モホスにある、大小様々な人工的に造成された湖です。数百個とも、二千個とも言われています。平均して直径、つまり長さが、4キロから5キロ、大きいものになると、直径が20キロを超えます。土手は人工的に盛り土され、皆、米粒の形をしています。湖岸は美しく成形されています。 そしてそうした湖が150キロの長さにわたって散在し、どれも一方向を向いています。東ヨーロッパのエルブラ山の方を向いています。これらの湖が人工的であることは現地の考古学者たちも認めています。人工的に盛り土された土手がその証拠です。その土手の幅だけでも数十メートルを超えるところもあります。あるいはもっとあるかもしれません。いいですか 大きいのになると長さが20キロもあるんですよ。さらに驚くべきことにそのあたりには人工的なマウントが作られ、それをつなぐ堤防のような道も作られています。その長さが延長5000キロ。今まで私が調べてきたエイリアンの土木工事の中でも規模が違います。ズバ抜けています。あまりにも巨大です。現在の土木技術を総動員しても 不可能と思われます。それ以前の問題として、そんな湖を作っても意味はありません。あるいは、自然の地形を人間なら利用して作るでしょう。そのベニ、モホスの湖に比べたら、エジプトのピラミッドにしても、格座灯のようなものではないでしょうか。イワンやナスカ平原など。とまあ、結論を出すのはさておき、この動画の中では、もう一度そのナスカ平原について考えてみます。 どうもおかしい。何かおかしい。どう考えてもおかしい。本当に夏河高原は自然にできた高原なのか。今一度私たちはそれを疑ってみるべきではないでしょうか。この動画の中では一本の滑走路に焦点を当て、その糸口を探ってみます。一本の滑走路です。その滑走路は高い上空から見れば真直線ですが、 実際に調べてみると、落差が数十メートルもあろうかと思われる谷にまたがって引かれていることが分かりました。その横には人間が作った道路が走っていますが、その道路は丘を横切りぐにゃぐにゃです。新直線とぐにゃぐにゃ。で、従来の学説によれば、こうした直線は古代のインカ人たちが一斉に並んで引いたものということになっています。つまり、何千人ものインカ人たちが、 長い棒を持ち、一列に並び、一斉に線を引いたというのです。NHK のテレビ番組の中でも、それが繰り返し紹介されています。が、本当にそうでしょうかつまり、この説明では、なぜ、どうして、何のためと考えたとき、そのままその説明は、袋工事に入ってしまいます。いわんや複雑な谷に引かれた新直線は、どう説明するというのでしょうか 現在の人間が作った道路ですら、ぐにゃぐにゃなのですよ。今日は、この新直線の滑走路と、そして、ぐにゃぐにゃの道路を比較しながら、新直線の滑走路が人間によって書かれたものでないことを証明してみます。と同時に、あのナスカ高原が、ひょっとしたら、自然にできた高原ではなく、人工的に造成された高原ではないかという点についても考えてみたいと思います。 高原はまっ平ら。その上に描かれた滑走路やランドマークは千年という年月を超えて現在に残っている。が、その周囲はといえば断崖絶壁。似たような地形はナスカ高原の周辺にはありますが、ナスカ高原のそれは異質。繰り返しになりますが、どうもおかしい。どう考えてもおかしい。 が、今の私は、ナスカ高原が人工的に造成された高原であると聞いても驚きません。ベニ・モホスの人造庫があるからです。ボリビアのベニ・モホスからナスカまでは約880キロ。東京タワーから博多までの距離です。南米大陸で見れば、まさにお隣さんです。そのベニ・モホスの人造庫と比べたら、ナスカ高原の造成工事など、 朝飯前。直線を引いたり、ランドマークを描いたりすることなど、さらにさらに朝飯前。そんなことをも考えながら、どうかこの動画をご覧ください。なお、ボリビアのベニ・モホスの人造根についての動画は、この動画の後につなげておきますから、どうかそちらをご覧になってください。では、画像を見ながら説明します。 ナスカー高原といってもですね、まあ、こう、草木が生えた、まあ、高原という感じよりはですね、まあ、平らな、まあ、砂漠のような場所なんですね。で、そこには、まあ、無数のこうした滑走路が描かれています。で、それぞれの滑走路はですね、地球上の、まあ、いろいろな地点に、まあ、お示す、まあ、方向、 ラインって言いますかね。方向指示ラインというふうに私は考えています。その中の一つを今日小さいのですけども選んでいました。なぜこのラインを選んだかという理由はですね。このラインがですね、あの、いわゆるナスカ高原を取り囲む谷底に向かってですね、 まあ、伸びているということなんです。まあ、こうし他にもこうした直線はありますけども、まあ、その中の一つを選んでみました。で、この下の線は、あの、特にこのラインはですね、あの、先日調べました。あの、ギザ、イースター島ラインの、えー、を示す滑走路のそ、あの、近くにありましたのでね。で、このラインなんですよ。で、このラインがですね、まあ、いわゆるそのナスカ高原を越えて、そして谷底の方に向かって伸びている。 ということなんですね。が、一つここで、まあ、誤解、まあ、誤解というか、まね問題ができてきたわけです。で、これが本当に谷底なのか、それとも、まあ、いわゆるナスカ高原の、まあ、延長にあるね、平原の一部なのかという問題があるわけですね。で、まあ、そこ、まあ、立体的なね、写真があれば、話は簡単なんですけども、まだ、現在のところそういった写真はないもんですから、この今お見せしましたラインがですね、いわゆるナスカ高原を取り囲む、 ま、断崖絶壁のですよ。その、絶壁の上に、<laughs> いわゆる上と言いますかね。その絶壁のところに書かれたラインなのか。それとも、えー、いわゆるまあ、ナスカオ高原のですね、延長、いわゆる平らな土地の延長線上にあるのかってことなんですよね。まあ、延長線上にあれば、そんなにま、問題はないわけですけども。でも、このラインは、 そうでもないみたいなんですね。で、今ちょっと上に見えてきましたけど、この矢印のちょっと上の方に、ぐにゃぐにゃぐにゃっと線が見えますね。あれが道路なんです。まあ道路であることは、その道をたどってみればわかるんですけどもね。このま、まジル丸をつけたところに、まあ注意してください。この丸をつけたところから、先ほど言いました、この直線的、空から見て、まあ直線的なラインが伸びてるんですね。で、これも滑走路の一部ですけども、まあこうして、まあ見てですね、この今丸のところがですね、 谷底なのかそれとも、ナスカ高原のまあ平坦部のですね、まあ、の延長線上の一部なのかという問題なんですね。で、実際の写真が手に入りましたので、まあ、調べてみますと、この今、ラインのところが、まああの、今言いました。手前の方、下へ行きますとギザ、向こうへ行きますとイータートへ行くんですけどね、その近くにまあこういう場所があると。 ま、それで選んでみたんですけどもね。で、この部分が果たして谷底なのか、いわゆるその、ナスカ高原の平坦地の延長線上にある、まあ、平らなままのね、延長線上にある場所なのかということが、ま、一つポイントになるわけですね。もし、まあ、あの、そこ、こあの、それを踏み外しますと、ちょっとこの、今日の検証は無駄になりますからね。ですから、まあ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 、結論から言えばこれは谷底なんですけどもね。まあ、それを皆さんに確認していただくために、こうしてご覧いただいています。 ご自身でご確認くださいね。こうして同じ場所を探って、まあ見てますとですね、えー、どうも谷底であるということが分かってくるわけです。その、今、今、この丸のですね、ちょっと上あたりに、まあ道路が走ってるわけですね。で、上から見るとぐにゃぐにゃした道路であり、またその谷底で、まあその、このぐにゃぐにゃしたところも断崖絶壁なんですね。断崖絶壁の側面に描かれて坂を登りながら、ナスカ高原に届く道だということですね。 で、あの、ナスカ高原そのものはですね、平坦な土地で、あの、大地になってるんですね。まあ、右の写真見ていただくとわかりますよね。そして、えー、その周辺は断崖絶壁になってるわけです。でそこに、まあ、このような直線が描かれているということなんです。ちょっと見にくいんで、まあ、たぐるっと回っていますけども、直線が見えてきましたかこの直線なんですね。まあ、矢印のところになる直線ですけども、この直線がですね、 ま、あの、断崖絶壁の下に、下,下へと潜り込んでるの分かりますかそして上がですね、上のぐにゃぐにゃになってきた道はですね、あの、いわゆるまあ、もっと低いところからですね、ナスカ高原に上がってくる道というふうに、まあ、考えてください。で、これぐにゃぐにゃって上がってくるわけですね。で、ここの場所なんです。 で、この場所に向かって、ナスカ高原からの直線がそのまま伸びているということなんですね。しかも、その直線というのは、谷、この谷底周辺で見ても、直線にはもちろん見えませんよね。大地がぐにゃぐにゃですから、それに応じて、まあ、あの、ぐにゃぐにゃの、まあ、線になっているんです。ところが、高い上空から、真、まあ、真上から見ます。この真上から見ると、真直線になっているということなんです。 で、これが、まあ、あの、私はその、な、なついますか、このラインがですね、まあ、あの、人間によって書かれたもの,ものではないという一つの証拠として挙げています。で、この、あの、この丸のところを見てくださいね。これは目印として丸をつけただけですね。ちょうど角のところに、まあ、あの、あるわけですね。その角のところから、あ左下の方にあずっと直線が伸びています。これ今真上から見たところですけどね。このように直線があるわけです。で、繰り返しになりますけど、これが道なんですね。人間が作った道がなんでこんなにぐにゃぐにゃで、 いいですか ?1000 年ある1500年以上前に作ったインカ人たちの道、作った道がですよ。進捗線なのかっていう問題が出てくるわけです。大変な土木工事だ,だと思いますよ。これはあの、あの、Google Earth ですね。視点を下ろして、まあ、見たわけです。これ今、このちょうどラインが見えますね。で、角のところを A とします。 え、まあ、まあま今まで丸で示したやつ。この A のところから右の方に直線が走っているの分かりますかなあち、この直、あの、滑走路はですね、あの、いわゆるナスカ高原から、ま、降りて、断崖絶壁の方に降りて、そしてそのまま、まあ、まあ、いわゆる谷底に向かって、まあ、その線が伸びているということなんです。ですから、この線はですね、この谷底に、まあ、歩いたり、あの、先ほど言いました、道路から見てもですね、直線には見えないはずなんですね。まあ、この A のところに注意してくださいね。ちょっと見にくいかな。で、 ま、ちょっと、コードを上げてみましたが、ま、こういうふうに見えるんですけども、この直線、こういうところなんですね。ですから、ま、あの、もう皆さん確認していただけたと思いますけど、この A は谷底なんですね。で、その谷底に向かって、ま、いわゆる、ま、このような直線が引かれていることです。その、その、しかも直線というのはですね、上から見て初めてわかるんですよね。もう一度言いますと、上が人間が作った道路です。下が、ま、インカ人が作ったと言われている、そのはずはないんですけどもね、あの、 直線なんですね。そしたらインカ人が言いましたね。俺たちだってできるよって言いましたね。しかし、現在の土木技術って言いますかね。いろんな土木機械を使っても上のような道になるんですよ。どうして1000年、1500年前のインカ人たちがですね、こんな道路を、まあ、直線を引けたかということなんです。これは、ちょっとあの、浅い感じがしますけども、あの、この辺りは、あの、絶壁なんですよ。あの、写真見ますとわかりません、ね。後でもう一回紹介しますけども。で、今、同じところは赤い線で繋いでいました。 上が斜め上方から見たところですね。下が真上から見たところです。あの、いわゆる真上から見た、あの、いわゆる航空写真ですよね。で、これは真直線になっていると。そしてこれは滑走路になっていると。そしてその滑走路が谷底に向かって伸びていると。そしてその谷底は、まあ、でこですよね。上見てわかりますように。斜めから見たら、あのようにデコボコな線になっているわけです。 それが、真上から見ると、新直線になって、これが、滑走路としての役目をなしているということですよね。まあ、この滑走路はどこを向いているかは、今のところわかりませんけども、滑走路になっているということですね。で、まあ、従来の、ま、学説によればですね、まあ、ナスカ原とっていうのはあるけど。高原そのものはおかしいんですね。大体、この1000年も1500年もですね、いわゆるその線が残っているということはですね、まあ、風化もしてないし、まあ、ね、雨が降れば、結構降るんですよ、ナスカね、あの、雨期には。そして、あの、こう、なんて言いますか、あの、平らなまま、 あんまなければ何もないという、まあ、土砂が流れた後、土砂が流れた後はありますけどもね、あの、流れ込んできた後はありますけども、このような線を引いたということです。 で、まあ、この一列にみんながね、並んで、おーい、線引くぞー一列並べやーとか言ったりしてね。そして、さあ、線引き、何のために、どうしてそんな線を引いたかってことですよね。そして、まあの写真を見てもわかりますように、その線そのものは現地行ったって、絶対にこれは線だとわかり、わかりませんよね。あの、細い線ならわかるかもしれませんけども、まあ、足で踏みつけた感じでは、まあ、見た感じ、まあ、降り、降りてね、見た感じではわからないと思いますよ。写真も、あの、用意して、まあ、まあ、以前、以前ね、紹介しましたけども。で、これが、あの、 ナスカへ原ですけども、ね、私はもともとはこうではなかったかと思うんですよ。それはポーンと削ってですね、ポーンと削るわけですよ。そんな土木工事は、先ほど言いました、ベニのモ,モホスのね、あの、人造工を見ればわかります。なんでもないんですよ、この工事なんていうものは。 そして、まあ、こうして、あの、高原を作った。そして上がですね、どうもね、なんかこう、異質な、まあ、あの、土壌のような感じがしますね。そのことは、この、こうした、もう一つの、ラスカ高原の、ある絶壁のあたりを見ていただきたいんですけども、これがあの、高原と絶壁の境目ですね。どうも、この、なんて言いますか、あの、ケーキで言ったらね、上にこうなってますか、クリームが塗ったような感じになってますね。これはおかしいっていわけですね。 ですから、ま、考古学と言いながらも、これからは地質学の知識も必要になってくるんじゃないのか、なんかと思います。向こうに見えるのがナスカ、まあ、光源ですけどもね。これはナスカ光源ですけども、まあ、色も違いますしね。どうも、どうもおかしいんですよね。考えるばっかりというか。見れば見るほどおかしいんですよね。で、このあたりも見てみますと、やっぱりこうなってますか。クリームが上に被せたようになってますし、そのせ、橋がですね、絶壁になってて角がシャープでしょ 普通の、まあ、なってますか、あの、侵食作用では考えられない形を構造してるってことですよね。まあ、あの、今までこんなものはね、私のように疑ってみた人はいないもんですから、誰も気がつかなかったのかもしれませんけども、これも断崖絶壁なんですよ。右の方が谷ですね。左の方が高原です。ちょっと90度傾けてみますと分かりますね。上が高原でしたが、断崖絶壁になって谷になっている。まあ、先ほど言いました、その道路、あカストルはですね、こういった断崖絶壁のにまたがってできてるってことなんですよね。 この部分もそうですね。まあ、要するに、ナスカ高原といってもですね、私たちが考えているようなですね、いわゆるなんて言いますか、か軽井沢であるとかね、ナスの高原のような高原ではなくて、あの、まったいらな、まったいらなんですよ、ね、これまたね。まあ、そういった土地はないことはないんでしょうけども、その、まあ、いわゆる富士がですね、このように断崖絶壁になっていて、まあ、本当に白黒はっきりしてるという感じの、まあ、地形なんですね。上は白、周りは黒、というような感じでね。 そしてこうして繋が,がっているということです。で、まあこういったところを見てもですね、まあはっきりしすぎているんですね。なだらかに、なだらかになだ、まあなっているわけじゃなくて、愛、はい、平原ですよ、ドスンと残骸絶壁ということなんです。これが私はおかしいと言ってるんです。そしてその平らなところはですね、千年千五百年年月を経て、あはもっとかもしれませんよね。あの、ナスカの平原の絵が描かれてはそのもんですけども、残骸絶壁はそのまま残っているということもおかしいなわけ。のわち、上面、上面にはですね、何らかの形で、まあ固められてるんじゃないかと私は考え、 りますねその痕跡が先ほど言いましたように、ここにお見せしますように、何だしますか。いわゆるケー,ケーキの上にね、クリームを塗ったような感じの断層が見えるということなんです。これなんかもそうですね、ま,あ、まったいらか、それともデコボコか。この白黒のはっきりしすぎているところが私は不自然だと思いますし、まあ、これが人造的に作られた光源であるのではないかという疑いを持つわけです。もちろん断言,断言,断言はできません。断言はできませんがね。しかし、まあ、 ボリビアのね、ベニのモホスの、いわゆる人造工のことを思い浮かべますなら、もう思い浮かべるとですね、こんな工事なんか何でもないっていうことなんですよね。まあ、それもう一度最後に、モホスの、その、なって言いますか、これがの人工島で、島ですね。こうしたものがですね、まあ、 何,まあ、何千とあるんですね、要するに。これが、あの島、島、まって言いますかね。まあ、名前がついてますけど、こうして、まあ、マウントが作られていて、構造の時はみんな人々はここに逃げたわけですね。そして、ここが生活の中心でこうした、まあ、ものも作られているということなんですね。これも全部人造、腎臓ですよ。こんな大工場、誰がいつ、何、何のためにしたかということですね。そして、これは人造、こ水湖がポン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 とありますね。そして、これが、みんな、あの、米粒の形をして、同じ方向を向いているということなんです。大きいのでありますと、20キロあるんですよ、長さが。いいですか、皆さん。 20キロ以上ですよ。そんな工事がどうしてできるか。今の現在工法だって使えませんよ。そしてこれはコミツブの形をして一方向を向いているってことなんです。まあ、続くビデオの中でそのモホスの腎臓工についてのビデオを皆さんに紹介しますので、もう一度確認してください。では、ナスカ工芸の話を終わります。Bye for now!